ストレッチは科学だ。はい、科学でございます。今日はですね、前回に引き続いて開脚パート2でございます。前回までのおさらいは、開脚は体、右足、左足というふうにこの3方向でこう開いていきますよとお話しさせていただきました。そしてポイント的には、足が上に上げる屈曲、そして足が開くような外転ね、そして背骨が横から見た時に丸まらずに上に上がるトーン、背骨の支える力をトーンと言いますけども、そうすると足が曲がる開くトーンがあって、少しずつ体が開脚されていきます。で、前回は膝を曲げながらこのようにね、前屈するっていうのをやったと思います。やった方、効果があったんではないでしょうか。今日は、はい、今日は外転です。そう、皆さんお間違いの、どうやって開くんじゃいと、このぐらいの角度でやろうかい。これが開かなくて、ここまでは開くんだけど、そうなっちゃうと足がこうやって膝が曲がっちゃう人、もしくは開けば開くほど内股になっちゃう人いると思うんです。なので、開けるところまででまず結構です。そしてここから、この辺が痛かったり、この辺が痛かったり、いろいろすると思うので、その痛みを解消させていただきたいと思うんですけど、膝を曲げたらできるよね。あれ、膝曲がっていいのねって言ってもらえ、膝曲がっていいのねって言って、で、このまま前に倒れる。ここからここまでの半分ぐらいのところまで倒れていきましょう。そうすると、この辺のお尻のこの辺がストレッチされますよね。1、2、3、4、5。いや、金子さんよ、曲げてんだから楽だろう。そりゃそうです。ただ、この曲げてるのをちょっとずつ下げます。下げて同じようにいきましょう。この時倒すのにコツがあります。頭から丸めてしまっちゃダメです。背中しか伸びないんで、そうすると胸はまっすぐで、できればここまでまっすぐな状態をキープして、1、2、3、4、5。はい、ちょっとずつ伸ばしていきましょう。呼吸をしっかりですね、一回吐いてからゆっくり吸っていただくと、体幹のトーンが出来上がるので、その後行くと非常に伸ばしやすい。1、2、3、4、5。要は膝を曲げた段階で、頭ではなくてこのももにお腹が近づくように倒れていくのを何度か行ってみてください。これが第1段階。次、第2段階。前ではなく左右に行きます。最初、同じように膝を曲げた状態を作り、体を吸ってね、まっすぐして、体をこっち、皆さんから見たら右なのかな、私から見たら左なんですけど、これがこちら側にワイパーのようにぐる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 っつって、向こうを指さすようにできますよね。2、3、4、5。反対、向こう指さしてねじっていきましょう。体をねじる、体をねじって向こう、1、2、3、4、5。どうでしょう、一回吸って、さっきより開きやすくなってません？なってますよね。なってきたら、この曲げてる角度を少しずつ下げて、少しずつ下げて、右に左、右に左にということを繰り返していくと、少しずつ膝が伸びていくので、前に少しずつ倒れるようになるんですよ。やらないね。はい、右、左、はい、右、左、ワン、ツー、スリー、ドーン、開脚。なので、今回やってることは、足を開くときは第1段階膝を曲げるという、第2段階右に左に左右に動きながら、少しずつ少しずつ体を前にまっすぐをキープしながら倒していきましょう。そうするによって、徐々に徐々にこの股関節が伸びていって、足が開くという動作がしやすくなるわけ。
これが開脚の第2段階、足を開く外転位と言いますけど、ここが一番皆さんねやりにくいところだと思います。やりにくいところだと思いますが、この外転位をしっかりやっていきましょう。いやそんなこと言ったって金子さん足が辛いよ。今日はそんな人のためにおまけの裏技、おまけの裏技うわーということで、前倒れたら足が開いて、例えば右側開いてんだと、右側のももの後ろこの辺キンキンする、はいキンキンする、そういう場合はこの痛くなってるのはこの同じ側の手の薬指、中指、人差し指、これをこのようにストレッチしてみてください。第三関節が伸びるように、ここね、ここが伸びるように 1,2,3,4,5 季節骨ってことなんです。第三関節のここ、ここ伸ばすことによって、あら不思議じゃねえの、あら柔らかいなあ、わあすげえってなるわけです。これマジでなりますから、やってみてください。左側が硬いじゃん、左側の薬指から一本一本伸ばしていく。もう一回解説しますよ。第一関節、第二関節、第三関節、ここを伸ばしてください。こう伸ばして、1、2、ここが伸びてますよね。2、3、4、5、中指って、1、2、3、4、5、ここね、ここが伸びてるわけ。そしてここ1、2、3、4、5、嘘だと思うならやってみな。これをやってから伸びると行きやすくなっているはずです。ねねね、股関節を柔らかくしたいときは、今日の裏技、指を柔らかくすると柔らかくなるぞ。指、これがストレッチの科学的な効果だね。ストレッチは科学でしょ。チャンネルの登録でございましょう。あ、どうも恐れ入ります。